駿河銀行、駿河銀行株式会社、駿河銀行、a 賞、駿河バンク LTD は、静岡県沼津市に本店を置き、静岡県、神奈川県を主たる営業エリアとする日本の地方銀行である。実店舗は古代都市圏でも展開しており、ネットバンキングでは全国展開している。沼津市の指定金融機関。1887年。 明治20年に岡野喜太郎が結成した共同社を前身として、1895年、明治28年に設立された。駿河銀行の表記は、同行の称号が株式会社駿河銀行であった1990年、平成2年化使用し、2004年、平成16年に正式に称号とした。ネットバンキングへの着目や他業態との提携など、字幕を引く。 個性的な営業戦略を次々と打ち出し、ネット視点を開設した2000年、平成12年前後には、株価が一時2590円とバブル期をはるかに超える高値で取引されたが、2018年に1兆円を超える不適切融資が発覚すると、株価は620円まで下がりストップ安となった。静岡県は本店並びに県庁内を含めて65店。 神奈川県は県庁内を含めて39点ある。本店所在県ではない神奈川県の営業基盤は第二次世界大戦前からのものである。新室都道府県数は12一方愛知県は名古屋市の1点のみ有し、静岡県と隣接する豊橋市からは撤退。地盤の静岡県、神奈川県以外の店舗は法人営業中心であったが、 ネット支店を展開し始めた2000年、平成12年より人用住宅ローン、主に不動産販売会社と提携したものの相談、手続き窓口、ドリームプラザを併設するようになり、埼玉県大宮市、現、埼玉市大宮区に、東京支店大宮市張所を新設する形で、東地方北部へ進出。その後、2008年、平成20年5月に、 北海道札幌市、同年8月に、福岡県福岡市、同年10月1日に、宮城県仙台市、2009年、平成21年4月21日に、京都府京都市、2012年、平成24年5月22日には、広島県広島市に出店。地方銀行ながら日本語大都市圏すべてに進出し、北海道から九州まで四国を除く日本のすべての、 地方に店舗を構えた。なお、これらドリームプラザ併設店舗は、住宅ローン業務を中心としたものでほとんどが、空中店舗であるものの併設の視点。出張所では、通常の銀行業務を扱い、ATM も設置している。特に、インターネットバンキングに力を入れており、多くの企業と提携し、ネット視点を開設している。ビザデビットと日本版の J デベットの2種類の即時。 決済が可能なカード、デビットカードであり、また2007年、平成19年2月15日以降に発行されたカードは IC キャッシュカードとしても利用可能。その後、生体認証、指静脈キャッシュカードも発行された。家に置いているキャッシュカードの盗難対策、不正利用対策機能で、アルサック総合警備保障株式会社のホームセキュリティに連動し、 キャッシュカードを使用不能にする。手のひらの静脈による生体認証で本人確認を行う。次のような商品に利用されている。写真は、海老名支店の駐車場内に停車している車両。鉄道模型やロードバイク、一眼レフカメラなど各種の高額商品の購入資金として使える特化型のローンを取り扱っている。駿河銀行は、 1980年代にリテール融資に特化した現在の業務形態にシフト。不動産向けローンでは建物の耐久年数を大幅に超える長期融資など他行が及び腰となるような投資用物件への融資メニューも積極的に展開し、大手行では最短でも2週間かかる審査をご営業日で終わらせるなど迅速な審査にも定評があり、 森信下金融庁長官から多行に先駆けてニッチな分野を開拓し収益を上げている例として称賛されるほどの成果を上げた。こうした投資向け不動産に対する融資が地方銀行の新たなビジネスモデルとして脚光を浴びる中、駿河銀行は2014年以降急成長していたスマートデイズとその投資家に対する融資に傾倒すようになる。 スマートデイズは2012年設立のシェアハウスであり、タレントのベッキーを CM に寄与し、敷金、礼金不要の女性専用シェアハウス、カボチャの馬車を中心に、首都圏で約900棟のシェアハウスを展開していた。家賃0円、空室でも儲かる、不動産投資との触れ込みで、個人投資からに購入させた、シェアハウスを一括で借り上げ、家賃を、 入居状況に関わらず保証するサブリースの形態をとっており、投資家オーナーは約700名に上った。その大半が銀行で多額の融資を受けて、長期の賃料収入を保証され、返せると踏んで、一棟あたり数千万円から数億円の割高な価格で物件を購入していた。しかし、入居率が低迷し、2017年10月以降、 水道高熱費の滞りが発生、オーナーに保証した家賃を減額し、2018年1月には完全に家賃の支払いがなくなった。そして、同年4月に民事再生法の適用を申請した。事業破綻を受け、シェアハウス投資家の大半が融資の返済が困難となったことを受けて、被害弁護団が設立され、駿河銀行に全容解明と、 金銭消費対策契約、融資契約の撤回を要求したが、駿河銀行は答えられないと回答。弁護団長の河井博之は、スマートデイズと駿河銀行が組み、被害を受けたという事件の本質を認めない、銀行としての責任に全く欠ける対応と非難した。スマートデイズは、セミナー等を通じて集めた、シェアハウスオーナーに関心を持つ、 会社員らに名園バンクである、駿河銀行での融資を進め、提出させた通帳の写しの預金残高が少なかった場合は、写しを改ざんするなどの手口で、貯蓄や所得を水増しした上で、投資家に駿河銀行の横浜市内の支店を通じて、融資を受けさせていた。金融庁は、駿河銀行の審査体制の問題だけでなく、 通帳のうち市改ざんなどの過程で、駿河銀行側も結託していた可能性を指摘している。金融庁は2018年3月16日、駿河銀行に対して報告調求命令を出し、実態の解明、報告を命じた。さらに続けて、金融庁は、同行役員がシェアハウス融資の過程で不正行為に関与していた可能性があるとして、 同行への緊急立ち入り調査を開始した。朝日新聞は、地方の投資用マンションを一棟買いする別の不動産業者が絡む融資案件でも、預金額や年収の水増しなどの不正が発覚したと報じている。2018年5月15日、駿河銀行により、中村直人弁護士を委員長とする第三者委員会が設置された。同日、駿河銀行が、 横浜東口支店、渋谷支店、二子玉川支店を対象とした、社内調査の結果を公表。カボチャの馬車を含むシェアハウス向け融資がに、35億円、顧客数1258名に上ることを明らかにした。しかし、東京商工リサーチの独自調査によって、これら3支店とは別に、川崎支店が行った、株式会社ガヤルドが展開する、ミニアパート、 ラス向けのサブリーズに対する約1億5例円の融資も発覚しており、さらに膨らむ可能性がある。ガヤルドは2003年6月設立の注文住宅やマンション分譲会社であり、代金を支払ったにもかかわらず、工事がストップする事例が相次いで発生。代表者や従業員も行方をくらませた。また、融資書類の改ざんに関しては、 相当数の社員が不正を認識していた可能性があることを認めた。9月7日、第三者委員会の報告書が公表され、カボチャの馬車関連に限らず、役員が不正融資に関与していた事例が多数あり、状態化していた実態が明らかとなる。仲介の不動産会社と結託して、預金通帳の改ざんなどに手を染めていたほか、融資の見返りとしてキャバクラなどで接待を受けていた。 事例が報告された。販売会社が物件販売価格を市場価格よりも割高に設定していることを知りながら融資を行うなどの実態も報告された。一融資を受けるオーナーの自己資金の水増し、二投資物件の価値を高く見せかける収益計画の偽装、三虚偽の売買契約書の作成等の不正はシェアハウス融資だけでなく不動産投資向け融資全般に 蔓延していたことや、多数の行員や、支店長、役員が関与していたことが報告されたことを受け、岡野光義会長兼 CEO、米山昭弘社長ら3人の代表取締役を含む役員5名が退任し、有国道男取締役が社長に就任する人事が発表。有国が記者会見において謝罪したが、30年以上トップに君臨し、 報告書において最も責任が重いと指摘された岡野は姿を見せなかった。報告書では上司に首を掴まれて壁に押し当てられたり営業目標が達成できない際に2時間以上立たされ同僚の前で給与額を言われたりするなどのパワーハラスメントが横行していた実態が報されアリクには不衛生な労働環境に問題があったことを認めた。また上司から お前の家族皆殺しにしてやる、ビルから飛び降りろなどと同括されたと回答もあった。カボチャの馬車問題に橋を発する一連の不祥事を受けて、株価は9月6日までに、ピーク時の5分の1にまで下落した。2018年8月、本店営業部の男性行員が2015年に、顧客の定期預金約1.6億円を無断で、解約し、 自分の担当先への融資金に流用していたことが発覚、懲戒解雇処分となった。大阪市内の不動産会社からマンションを計2億に900万円で購入した岡山県在住の男性が駿河銀行から融資を受ける際、業者から家賃収入で十分に返済可能であると説明され、月約100万円を返済する内容の契約を締結。ところが、 実際の収入は返済額を下回っており、男性は当該の不動産会社が、駿河銀行に対し、家賃収入などをめぐる書類を改ざんした上で、駿河銀行に出したため、実際には割高な物件を購入させられたとして、2018年に当該の不動産会社と駿河銀行を相手取り、計約2億に700万円の支払いを求めて、 大阪地方裁判所に訴訟を提起した。駿河銀行は創業家の関連会社に対し、首都不明金を含む融資を行っており、その金額は数百億円に上ることが一連の不祥事を受けた調査の過程で判明した。2019年2月13日、駿河銀行行員がデート商法詐欺まがいの行為に関与し、個人向けの無担保ローンを融資していた疑いが判明した。 駿河銀行広報室は取材に対し弁護士を交えた調査に着手したことを明らかにした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。